はい、こんにちは、森吉です。今週ジャパンカップの裏、京都の G3 京阪杯ですね。早速行っていきたいと思います。はい、これが今年の出走メンバーです。まあパッと見ですね、なんとも小粒なレースだなというふうにはまあ思ってしまうんですけども、結構上位と下位の力差はっきりしてるレースですんで、まあしっかりとですね、当てていきたいなと思ってます。はい、では早速いきます。1番のベルカント、スプリンターズステークスはですね、やはり坂のあるコースダメなんだなというのがですね、なんかはっきりと、証明されたのかなという気はしますね。それに尽きるんじゃないかというふうには思います。まあ平坦コースですと持ちタイムもありますし、まあそこそこやれるだろうと。ただですね、ずっと使われてきてるんですね。ちょっとこの辺がどうなのかと。夏場の方がもともと走るような感じがしますんでね、ちょっと評価を落としてですね、まあ一応単、まあ評価を落としてといっても3番手、まあ単穴な評価はつけてるんですけども、まああまり買いたくない一頭だなというのは正直なところです。で、2番のサトノルパン、どうもですね、1200メートルが一番いいなという感じがしますね、この馬は。まあ1200のレースぶりっていうのは悪くないですし、京都コースっていうのもまあ悪くはないと思うんですね。なのでこの馬は連下と言いますか、白三角打ってます。3番の脇のブレイブ、そうですね、この馬はちょっと完全になんか、頭打ちなのかなっていう気はちょっとしなくもないですね。ちょっと持ちタイム的にも微妙かなという気がしますんで、ノーマークでいきたいと思います。で、4番のビッグアーサー、もうこの馬はですね、なぜこの辺走ってるのかわからないぐらいの、まあ力を持ってると思うんですけども、まあ賞金的にですね、残念ながらスプリンターズステークスとかはまあ出てないんですけども、前走も1分6秒7、まあこれコースレコードタイですね。でまあなんといってもこの馬はまあ最後は確実に伸びてくると言いますかね、まあ大崩れがないというのもありますし、これくらいのメンバーだったら、まあ正直勝ってもらわないと困るなっていう感じはしますね。まあ、馬との頭で考えてますんで、この馬本命でいいと思います。で、5番のレン・イングランド。ちょっとこの馬もですね、正直一言で言っちゃうと頭打ちですかね。ちょっと北海道開催の時は、穴狙いなんかしてたんですけども、正直足りないですね。で、6番のエーシンブルザイ。まあ、形だけ見るとですね、前回、桂川ステックスで準オープン、勝ち上がったという感じなんですけど、この、ちょっと赤くなってる、ここ、福永騎手のところですね。この辺で、もうちょっと、今はなくなってしまったんですけど、アンバルブライベンあたりに勝ってるんですね、普通に。その辺を考えますと、ここでは、2番手評価でもいいのかな、という気がしますので、対抗評価としてます。で、7番のアミカブルナンバー。ちょっと正直この馬もですね、こう買いたくなる要素っていうのがあまりないんですよね。ハイペースになって、まあ後ろから死んだふりで、みたいな感じのレースになれば上位進出っていうのは、まああるかもしれないんですけども、まあ若干厳しいかなと思います。で、8番のスマートギア。10歳馬、頑張ってますよね。まあでも、ぶっちゃけですね、厩舎も転厩して関東の方に来ました。でまあ、障害使ってたんですね。ちょっとこの辺からもですね、ちょっと手は出しづらいと。それにもともと戦技のスピードっていうのはある馬でもないですし、ノーマークで当然かなと思います。で、9番のアースソニック。このまま6歳なんですけど、だんだん力つけてきましたね。あと、京都コース得意だっていうのもありますし、まあこの馬もそこそこ適当に流れ込んできたら、まあ上位に来れるかなと、いう感じなので、まあ連下という評価ですね。で、10番のウィング・ザ・ムーン。この辺も京都コース結構いいタイム、いい上がり、持ちタイムあるんですけども、あと前回の京楽ステークスですね、ちょっとこの負け方がまあ微妙かなっていう気がするんですよね。なので、今回はノーマークでいきたいと思います。で、11番の名将津軽。正直この馬もですね、ちょっとピークは過ぎた
感がありますし、ここで狙いが立つという要素がちょっとないですね。ノーマークでいきたいと思います。で、12番のコパロ・リチャード、ちょっとすんなりいけないレースが続いてますんでね、ちょっとこの大敗っていうのは何とも言えない部分というのはあるんですよね。衰えたという感じではないので、ただ微妙な感じですよね。58キロっていうのもありますし、今回も簡単に楽に行かせてもらえるような感じになれば変わるかもしれないですけども、まあ正直厳しいかなという気がしますね。ノーマークでいいと思います。で、13番のベルールミエール、このままですね、前走スワンステックス、結構重い印打ったんですけども、そうですね、戦2の方がいいんですかね。ただちょっとこの馬の場合は若干中途半端な、レースが続いてるっていうのもありますし、見直す手っていうのもあるんですけども、ちょっとここは上位2頭がちょっと抜けてるかな、2、3頭が抜けてるかなっていう感じがしますんでね、ノーマークでいきたいと思います。で、14番のサドンストーム、ちょっとこの馬もですね、あんまり時計が早いとどうなのかなっていう感じがするんですよね。ただ週末雨予報ですし、ババオムババとかですね、ウリオババになれば、この馬をちょっと買い目に加えてみるっていうのはですね、ありかなという気がします。ただ、おそらく一番人気が予定されるビッグアーサーから、入る以上ですね、ちょっと手は広げられないということもありますので、便宜上ノーマークです。まあ、当日ババが悪くなったら、まあ、ご自身のご判断で買い目に入れるなりなんなりっていうのはありかと思います。で、15番のフミノムーン、このままはですね、フォアの評価にしてます。このまま 1200m 初めて使うということになるんですけども、まあ、マイルカップもですね、 NHK マイルカップ着順ほど負けてないですし、まあ、素質はそこそこあると思うんですよね。で、まあ、父アドマイヤムーンいうあたりからも、この距離短縮っていうのがですね、いい面に出れば上位食い込みもあるかもしれないなと、そういうふうに判断しました。はい、では結論です。順調に、勝ちを重ねてますビッグアーサーからですね、ここは頭っていうのも、まあ、ありかなって気がします。まあ、ちょっと当日ですね、オッズ次第で、馬単で行くしかないのか、まあ、馬連でもですね、そこそこつくんであれば、まあ、馬連でもいいかなとは思うんですけどね。で、まあ、前走ですね、破格の1分6秒7、京都のコースレコードタイですね。まあ、メンバー多少強くはなるんですけども、ここも正直通過点の可能性が高いのかなというふうに思います。で、対抗はですね、昇級っていうのは一応形だけ、名ばかりですね。エーシンブルザイ。で、まあ、平坦コースでですね、見直す余地のあるベルカント。ただし、ずっと使ってますし、冬場どうなのかなっていうのはありますね。で、以下、1200m で、サトノルパン。それから、京都のこの条件、走るアースソニック。で、穴は、距離短縮、初の 1200m、フミノムーンと。こんな感じでいきたいと思います。以上になります。